これがなかなか大変で。最初はボールの側面を叩くように左右に泡立ててみて。固まってきたら大きくそこから楕円を描くように泡立てて空気を含ませる。そうすればふんわりとしたクリームができる。できた。いつもよりふんわりと。ありがとう、リオくんのアドバイスのおかげ。あれ、リオくん、お菓子作りは苦手なんじゃなかった？こんなの一般常識。さあ、仕上げだろ。うん、クリームたっぷり、モコモコだね。モコモコめー、キラッとひらめいた。クリームたっぷり、羊カップケーキだめー。イチカのスイーツ、最高だ。褒められるとマイル。